私は借り物の歌を歌いますがご了承ください。今朝新聞の片隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。誰にも知れずに一番後ろで見てました。あの歌もう一度聴きたくて、私のために作ってくれたと今も信じてる。あの歌を初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌っていた安いギターをいたわるように。いつかあなたのポケットにあったあの店の待ち箱一つ、今でも時々取り出して一つつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに。近くの駅まで一つの傘の中帰り道、そして二人で口ずさんだあの歌はもう歌わないのですか。私にとっては思い出なのに。私の歌は拍手するような、手拍子するような歌はないんですか。ごめんなさい。ちょっとこれ明かりあります、今回、一曲リクエストを受けてまして、実は人前でやったことがないので失敗するかもしれませんけど、まあ、そんなような状態でやっちゃいけないんですけども、とにかくちょっとやってみます。助けてね。閉ざされた部屋の窓、明
つまでもそんなふうに塞いでいないで、そこにはあの日希望に燃えて君が見上げた青い空が変わらずに続いているはずだ。大空に群れなす鳥たちよ、君の声を見失うなよ。青春を旅する若者よ、君が歩けばそこに必ず道はできる。果てのない青春の橋の途中で、すれ違う人の奥は名前も知らない、見果てぬ夢を探し求めて出会う仲間は、それだけに素晴らしいのさ、言葉はいらないさ。大空に飛び交う鳥たちよ、今よりはるか遠く昇れよ。青春を旅する若者よ、君が歩けばそこに必ず道はできる。君はまだたくさんの紙袋を抱えたままでこの手紙読んでいるだろう。これで最後の男の気まぐれとして、どこかそこらの窓から捨ててくれ。君となら一緒に暮らしたかった。二人でいつも立ち止まってしまう、あの赤いレンガの家で、あ
僕のほんの一言はまだ二十歳前の君をこんなに苦しめるなんて。だから行く先は僕の友達に聞いてくれ、君に会わないで行くから、今頃は僕もまた昔のようにどこかの街のカフェテラスでビールでも飲んでいるだろう。助っ人があったんで、私もちょっと助っ人この曲は、大体あのギターでやってたんですけど、今回は、仲間が増えたというかできたということで、ちょっくら、ピアノ曲というかピアノでやらせていただきたいと思います。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。なの綺麗になった。
私がずっとやったのは日本食とかレストランとか、祭りとかでみんな食っちゃうもんじゃしてくれないからやってただけなので、まあ聞いてるような聞いてないようなそんなような感じだったんですよ。今日は嫌でもこう聞かなきゃいけない状態になったので、まあそこら辺はね、いいんじゃないかなと思います。で、今美穂さんに素敵なピアノをやっていただいたんですけども、もう一曲、この歌はね、英語の曲なんですけども、いつかにピアノを弾いていただける方がいたら歌ってみたいなと思ったので、一回ギターを置いて挑戦してみたいと思います。よろしくお願いします。
あなた
たの子供でいさせてください。君に幸せ。